これからね、久々にタイ料理屋に行きまして、ね、バンコカフェということで、今年春ぐらいに来たかな、久々ですけどね、ちょっと、行ってきます。はい、まあ、今年もあと1ヶ月終わりですけどね、タイ料理久々に食べます。でお昼はですね、お得なメニューと待っていて、まあ、この、中から選ぶことができます。パッタにしようかグリーンカレーにしようか悩んだんですけどね、まあ、前回パッタだったんだけど今回グリーンカレーでもいいと思ったんだけど、まあ、従業員の女の子に聞いてどっちが好きかって聞いたらパッタ言ってたんでパッタに決めてましたね。悩んでたんでね。で、まあ、店内に関してはね、こじまりとしてるので感染対策はバッチリですね、まあ、こんな感じでしっかりと安心安全ということで、ね、真面目なオーナーですからね。で特別ちょっとね、いただきましたこの、オーストリアのオレンジジュースですね。はい。で、スープと、サラダがついて、でこれがまあパッタイですね。パッタイ、好きですけど、ここのパッタイすごく美味しいです。だから味もいいし雰囲気もいいしね、対応もいいし、本当におすすめできる、タイ料理屋ですね。ぜひとも皆さん浜松でタイ料理屋って結構何軒かあるんだよね、まあ、だから他の行ったことないタイ料理屋も行ってみようと思ってるんだけど、とにかくここはねおすすめの、タイ料理屋ですので。で、パッタイですね、まあ、久々のパッタイかな。あ、でも前回別のタイ料理屋に夏に行った時もパッタイ食べましたけどね、まあ、すごく美味しいですねパッタイね。はい。ということで今度はまた次回は夜とかもね久々に来てみたいな。美味しかったですね。久々なんだけどタイ料理、他の店舗を利用したらここのバンコカフェは久々だったんだけど、また来たいと思ってますね。はい。